選手が抑えて7回8回9回は3人で締めました。では今日のゲーム振り返りましょう。ハイライトをお送りします。今日は田嶋と池田が先発をしてゲームが始まりました。このカード10回戦です。1回の表2アウトランナー2塁で近藤がレフトフライ、田嶋が初回0点に抑えてスタートを切りました。3回の表ワンアウトランナーなし、好調浅間ツーベースヒットを打って出塁です。ワンアウト2塁。この3回は山崎さん、田嶋スイッチ入りましたね。いや本当にね、キャッチャーの若槻もすごいいいリードしましたし、そうですね、田嶋もすごく応えましたよね。応えましたね、はい、連続三振でピンチを脱出。そうすると3回の裏先頭バッターの紅林打ってくれます。左中間への当たり、大きなアーチ、綺麗な弧を描いてスタンドイン、第5号のソロホームランです。1対0。そして同じ回吉田正尚、まあこの打球はすごいですね。いや本当に落ちてこなかったですよ ね、低い弾道でした。第13号ソロホームランで2点目、2対0。ファイターズは食い下がります。6回の表ドアランナー3塁でファイターズ渡辺、センターへタイムリーヒット、44イニングぶりファイターズのタイムリーヒット、1点を返しました。2対11点差、追いすがります。田嶋ここで降板、5回3分の2104球、被安打6、失点1でした。ツーアウトランナー1塁2塁、ピンチで村西、万波をショートフライに打ち取りました。ここを抑えた後、6回の裏ワンアウトランナーなしで杉本です。いやこの1本です。野崎さん、はい、中島監督も言ってましたが、これ聞きましたね。いやもうめちゃくちゃ聞きました ねでも相手のピッチャーが一番もうショックを受けたでしょうね。もうがっくりでしたもんね。池田ががっくりというシーンが映っていました。7回の表超躍、ここはいいリリーフ、ワンアウトランナーなしで石井和成、空振り三振、次は杉谷、空振り三振です。あ、いい球いってましたね今日。長はいやもう今日のピッチング見てたらもう7回任せてもいいかなというすごい思いましたよ ね8回表ヒンスはピンチを招きます。ツーアウトランナー2、3塁で今日3安打、猛打賞の野村、見逃しの三振、野村が点を仰ぐ。3対1が続きます。9回は平野義久、先頭の万波、炙り三振、石川炙り三振、代打ワンボーロン、ファーストゴロ、スリーアウト、試合終了。今日は勝ち投手田嶋、今シーズン4勝目、負け池田、西武は平野、きっちりと9回締めてくれました。今日のハイライトをお送りしました。というゲーム展開で僅差のゲームをものにしたオリックスバファローズです。